これを宅前にまず、すべてのタクシー運転手や、宅がそうではないということを、明確にしておきたい。おそらく、私は違うのに、と不快に思う人が大半であると、思われるからだ。しかし昨年8月に東京特派員を、終えて帰ってきた後、以前よりタクシーの乗車がさらに、負担になったのは事実だ。我慢して乗らなければならないほど、清掃されていない車もあり、車内で吸ったタバコの匂いを、消すためにマス湯にもかかわらず窓を、開けている運転手もいるが、それでもそんなものだろうと済ませる。むしろ記者が不快に思うのは、私は本当に客だろうか、と感じる時が、携帯電話のスピーカーフォンで、通話しながらどうでもよい自分の、家の話を客に聞かせたり、客がいてもいなくてもラジオの、ボリュームを最大に上げている人もいる。東京生活の3年間、携帯電話で電話を、するタクシー運転手を一度も、見たことがなかったため適応が、容易ではない。逆に客が自ら待遇を、諦めるケースもある。先日、タクシーの後ろ座席に乗ったところ、扉のシュッてあたりのへこんだところに、コーンアイスクリームの包み紙が、捨てられていた。内容物がついたこのゴミを、直前の客が詰め込んで、降りたようだが、運転手は、性格も良さそうで、服装も整った二重白後半の、女性だったのに、と下打ちした、大げさだ、と言われそうで、胸の内に留めておいた話を、したのは、最近読んだ新聞記事のためだ。7年ぶりに日本との外国民間交流誘致競争で、韓国が逆転されたというニュースが、昨年11月から今年2月まで、4月期連続で、日本を訪問した外国民間交流が、韓国を訪問した観光客より多かった。徳島、徳と、日本名、竹島、と慰安婦問題において、安倍政権の歴史挑発がさらに、強まり、両国間の歴史葛藤が、世界的異臭に広がる状況であるため、胸が痛み、衝撃、腹立たしい。円安効果で日本旅行費用が、減り、10年に利用推進してきた日本政府の、観光客誘致政策も、実を結んでいるという分析だった。日本が観光客誘致最高記録を、毎月更新し、2020年東京オリンピック、五輪、までその勢いを、継続しようとしている。日本が恐ろしいのは、円安と観光政策、寿司や温泉などのヒット観光商品のように、目に見える武器が全てではないという点だ。タクシーに乗ろうと、どの点にいろうと、負担になるほど、いらっしゃいませ、ありがとうございます、を連発する親切さ。イスラム教徒の観光客のために、祈祷スペースを設置し、メッカの方向がわかるような新版まで、貸し出す緻密さ。待遇を受けたと感じさせる日本特有の、おもてなし、が円安よりもさらに、恐ろしい。同じ費用でより良いサービスを、受けたいと思うのが万国共通であるのなら、外国民を迎える韓国国民全員が、観光客誘致管理船、の、最前線のストライカーだ。親切さで鍛えられた日本国民と、対抗しなければいけない観光大戦が、もしかすると安倍政権、右翼勢力と対立する歴史戦争よりもさらに、難しい戦いなのかもしれない。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。